板宿駅は、兵庫県神戸市須磨区にある、山陽電気鉄道及び、神戸市営地下鉄の駅である。山陽電気鉄道本線と神戸市営地下鉄、静神山手線の2路線が乗り入れる。神戸市営地下鉄の駅番号は S10、山陽電気鉄道の駅番号は SY02 で、いずれも全ての列車が停車する。 なお本校では1937年から1971年まで存在した神戸市電板宿線の板宿停留所についても触れる。現在の地下鉄駅のほぼ直上に位置した。両社は別の駅であり、連絡改札もないため乗り換えには一旦改札外に出る必要がある。相対式ホーム2面2線の地下駅である。改札口は1カ所のみ。 東京スター銀行管理の ATM がある。地下1階にコンコースと改札口、地下2階に相対式2面2線のプラットフォームがある。駅売り店、フレンズショップは2016年1月にローソンフレンズ産業板宿地下店としてリニューアルされた。店舗の外観は産業6000系をモチーフとしている。乗り場以前は乗り場番号は設定されていなかったが、 2012年5月の列車案内装置回収時に装置上に乗り場番号が表示された。地下1階にコンコースと改札があり、地下3階にプラットホームがある地下駅である。地下3階のプラットホームは島式1面2線である。駅イメージテーマは以下。ファミリーマートのほかステーションネットワーク関西が設置するパッドサットが設置された。乗り場両車局とも 神戸市の中心駅である三宮駅へアクセスするため双方が特別割引ギ符を発売するなど競合関係にある年間乗車人数は以下の通りである以下に各年の利用状況を示すカッコ内は定期利用者の再計である以下に各年の乗車人員数と定期利用者の内訳を示す駅周辺は 西神戸地域有数の6つの商店街、新興団体からなる繁華街で、板宿本通り商店街を各として、代償様々な店舗が集まる。駅から北に商店街が続くほか、イオンフードスタイルを各にした、ビバタウン板宿があるほか、周囲は古くからの住宅地である。南側は居酒屋をはじめとする歓楽街をなしている。東へ向かって、 県道22号線に沿って行くと、神戸キリスト栄光協会に至る。北へ向かって、妙法寺川を登ると、板屋八幡神社、善生寺、萩の寺、那須神社などに至る。板屋という地名はその昔、遠われた菅原道真公が太宰府へ向かう途中、この地で仮の板屋を建てて、人夜を過ごしたことに由来する。駅前広場や、 バスターミナルが整備されておらず、各方面へのバス停が点在している。板宿駅周辺イオンフードスタイル板宿店、ビバタウン周辺前池町スマク役所前地下鉄に対抗し、三宮徳屋二枚切符という企画乗車券を460円で発売している。この切符は従来、板宿駅でのみの発売だったが、2008年3月より、 JR 神戸線のスマ海浜公園駅開業を控え、値段がそのままで、山陽スマ駅まで利用できるようになった。半急及び阪神神戸三宮駅での購入はできない。利用時間の制限はないが、購入がつのみ有効となっている。三宮駅までの昼へ、切符が通常は6枚購入が原則だが、当駅構内の売店では1枚220円より購入できる。 昼エキップなので10時から16時までに改札を通過しなければならない条件がある。地下鉄のみ2010年に廃止された。ありがとうございます。